Live Part 1。そして続いてご紹介する、ね、アーティストですけれども、アーティストというよりは今日はもう司会もやってたし、それからこのベトナムのサポーターズクラブの応援団長もやったし、ね、部長さんですから ね、お呼びしましょう。ポンチー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 、お願いします。さあポンチー、去年に続いてまたここで歌を歌うという。そうなんですよ。私3年連続出演させていただいてるんですけど、今年が3回目ということで、今まではあの1曲しか歌わせていただけなかったんですけど、今年は2曲あ、すみません、今年は2曲歌うね。去年1曲だったけど、去年1曲だったんですよ、はい、ちょっと時間がなくて。そうなんです、だけだったでももうちょっとやってれば来年は3曲歌えるってことになってくる。最初に歌っていただく曲はこれオリジナルでしょ。オリジナル曲なんです。でしかも詩は、詩はフルで自分で作詞しました。ポンチー作詞。そうなんです。自信あり、大丈夫。自信はまあまあです。まあまあです。結構ハードル上がっちゃうので。まあありますよ。ハードル一生懸命上げてやったらね、やっとかないとね。ちょっとしっかりしてる曲なんです、ね。じゃあね、その曲からいって、また元気な曲も聞かせてほしい。はい、元気な曲も歌います。2曲目はベトナム語の歌で、はい、ベトナムの曲で、多分ベトナムの方だったら知ってると思いますし、ベトフェス遊びに来てくださってる皆さんもきっと知ってる曲だと思いますね。はい、じゃあまずはそのしっとりした曲から聞かせていただきます。はい、わかりました。題名は春は来るです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。